X 八十五ゴブリン、国立アメリカ空軍博物館の四十六の五百二十三号記憶を、畳んで格納テスト中の X 八十五ゴブリン X 八十五ゴブリンは、アメリカ合衆国のマクドネル社が開発していた、試作戦闘機。冷戦時代、ソビエト連邦領内に進行する、超長距離爆撃機 b 三十六爆撃機を護衛するため、 B-36 の爆弾層内に収納されて、戦闘空域まで運搬される、パラサイトファイターとして構想されたが、性能及び運用に問題があり、実用化話されなかった。愛称の、ゴブリンは、高2の位。爆撃機の護衛戦闘機は、航続距離の不足が常に問題であったが、特に B-36 ピースメーカーは、ソ連上空に進行する。 超長,長距離爆撃機であり、目的地上空まで随伴できる戦闘機は存在しなかった。このため B-36 の爆弾層内に戦闘機を収納し、戦闘空域まで戦闘機を輸送する方法が考えられた。戦闘時には、母機から発進して機器を迎撃し、戦闘終了後に母機に帰還するのである。1942年頃から構想が存在したが、 本格的な開発は1945年9月以降である。1946年6月に実物大モックアップが完成している。1947年2月2日に XP-85 として2機の試作機が発注された。機体は B-36 の爆弾層に収容される。機種にジェットエンジンのインテークを持ち、ノズルは胴体末尾にある。 全長は4.52メートルしかなく、村上の胴体を有している。後退翼の主翼を装備しており、後退角は34度。モックアップでは、X 字型の4枚尾翼であったが、安定性を増すため試作機では5枚に増やされ、さらに、風動試験の結果から最終的に6枚となった。また、飛行試験の結果から、主翼端にも方向安定版が追加された。 1>, 1号機は1947年10月に完成したが、当初はエンジンを装備せず、主に風動試験に用いられた。2号機は1948年7月から EB-29B スーパーフォートレスを母機として飛行試験に用いられた。8月23日に初の自由飛行に成功したが、母機への帰還に失敗し、エドワーズ空軍基地そばのミューロック犬1個に不時、帰している。 10月14日に2度目の自由飛行を行い、母機への帰還に成功した。この後、1号機も飛行試験に用いられたが、やはり母機への帰還に失敗し、不時期している。なお、当機は、空中で母機に収容されることを前提にしていたため、降着装置が装備されておらず、胴体下に緊急着陸用のスキット装着されていた。飛行試験の結果を受け、 母機との最終容が容易でないこと、小型で得意な形状のため飛行性能が歩く敵戦闘機に対して十分に対抗できないことにより、1949年に計画は撤回された。大体として EF-84D サンダージェット戦闘機を爆撃機の翼端に取り付けるチップと計画が遂行されたが、これも空中給油が導入され、通常 製造された2機は、現在、オハイオ州デートンのアメリカ空軍博物館、ネブラスカ州オマハの戦略空軍博物館に展示されている。ありがとうございます。